新州そば、新州そばは一般的には長野県で作られるそばの総称である。新州産のそばの評価に関しては17世紀末の本町食感に武蔵、和ズ日立国のそばは産出量が多く味も悪くはないが新州産には及ばないと知るし関東産そばより評価が上と認識されている。有名なそば産地として戸隠、海田。 川上、柏原、唐沢、富倉等がある。かやぶき屋根に新州蕎麦の文字をあしらったロゴマークは1997年に長野県新州蕎麦協同組合の登録商標として登録され、長野県新州蕎麦協同組合において組合に申請のある製品に対し蕎麦粉を40%以上配合した良質の干し蕎麦を商標登録した。 新州そばとして認定してロゴマーク仕様の許可されている。長野県は新州そばを1983年に選択無形民族文化財、シナノの味の文化財に指定している。ありがとうございます。